きっと私は料理というものに何の情熱も持っていませんでした。あ？神の舌を持つ者として毎日のようにおびただしい皿を相手にして仕方ないことだと思っていたの。味に絶望し続ける日々を送ることは。そんな時出会ったのがサイバ様だったのよ。アリスが北欧へ行ってしまった少し後のことだったわ。あの日は珍しく味見役の仕事がキャンセルになって、お屋敷への来客もなく、とても静かだったことを覚えてる。何？おじい様、一緒にいる方は誰？いい香り。ん？エリナ。おいおい、千左衛門殿よ、話が違うじゃねえかよ。人払いは済ませとくっつったから来てやったんだぜ。今日は味見役の仕事が先方の都合でキャンセルになって。そうか、エリナ。この男は昔からの友人でな。これはプライベートな会食なのだ。すまんが。ごめんなさい、失礼いたしますわ。エリナちゃんだっけ。そうか、君がアザミの。よかったら君も食べてくといい。二人だけで食卓囲んでいるのも虚しいからな。さあ召し上がれ。心の奥から温かさが広がっていく。今まで食べてきた料理とは全然違う。楽しい、楽しい。あのお名前を聞いてもよろしいですか？サイバだ。それが初めて料理を素晴らしいと思った日のこと。